さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々はなんとかですよ。元気です。痛いとこだらけだ。なんとかが入りました。さあそんな痛いとこだらけのミシェルさんは、マレーシアには行かれたことありますか。マレーシアよく試合で行ったりキャンプで行ったりね。おちょっと暑いイメージがありますけどね。暑いっていうのは基本的にね、灼熱の灼熱でも、あのアジアのあそこの辺では綺麗にこう整った国だよね。いろんな面で街が綺麗なんですよね、はいはい、今いろんな世代に人気なマレーシアなんですが、うん、今回はマレーシア留学をはじめ将来の日本を背負うグローバルな人材を育成応援しているこんな企業様です。マレーシア留学、うん、グローバル化の進む日本でも海外へ留学する学生の数が9万6000人を超えるなど、国内から国外へと学びの場は広がり続けている。国際感覚を身につけ国内の経済を活性化させている我が国においても、グローバルな人材の発掘が早急に求められていた。そんな時代にアジアの中で急成長を遂げたマレーシアに特化して留学支援サポートを行う企業がここにある。株式会社国際開発センター、マレーシア留学プログラム、プログラムマネージャー竹島千鶴子。日本初の開発・国際協力分野専門の総合的なシンクタンクとして創立した国際開発センターでは、新たな事業として取り組むマレーシア留学プログラムサポートを通じ、英語が話せるだけでなく多様な価値観を武器に世界で活躍する人材を育成し続けている。今回は竹島千鶴子をスタジオに招き詳しく話を聞いた。もうなぜ今マレーシア留学なんですか。そうですね、英語ができて、じゃあコミュニケーション能力がある、当然ですけど、加えて世界たくさんの国があって、たくさんの人々とこれから一緒に生きて仕事をして活躍していく人材を輩出するという意味では、多様な価値観に触れてほしい。なので異文化を理解するってことが大切だと思うんですね。でマレーシアという国は実は、ざっくりですけど、人口の6割ぐらいがマレー人、3割ぐらいが中華系マレー人で、1割ぐらいがインド系ですよね。ですから母語もみんな異なります。親がお家ではマレー語、お家では中国語だけど、学校に行ったら大学は全部英語です。欧米と一緒です。でその中でやっぱり多様な文化に触れられる、多様な価値観に理解できる、でプラス英語で授業を受けられる。日本から近いっていうのもあるかな。そうですね、そうですね。だからな、あっちまで行くよりはとかさ、逆のこっちより行くよりはっていうのは親としてはね、と思ったり、もしかすると日本人のたくさんの方がもう実際にマレーシアという国も知っていて、そこに子供を預けるみたいな感覚にもなるかもしれないですね。そうですね。グローバルな人材育成を目指すにあたって、マレーシアという国には最適な環境が揃っていた。さらに国際開発センターが実施するマレーシア留学には5つの特徴が存在しているという。そのポイントについても詳しく話を聞いた。まずですね、多様、先ほど申し上げた多様な価値観ですね。一つの国に行ってもいろいろなことが学べる、いろいろな、人と触れ合えるということが一つ。それから、質が高い、マレーシアはもともとイギリス領であったために、イギリスの教育システムを取り入れてます。ですからマレーシアの大学にいながら英国のある某大学の授業をそのまま同じプログラムで受けれる。あともう一つはかかる費用ですね。やっぱり海外留学っていうと、確かにアメリカや欧米はとても高いです。なのにマレーシアはじゃあどうかというと、日本の私立大学と同じぐらいなんですよ。で何よりも学費よりも生活費、だいたい弊社から行ってる学生なんかはコンドミニアム型の 学生寮に住むんですが、プールもジムもまたお掃除も、共有スペースにはお掃除の方も入って、月額2万円前後から高くても3万円ぐらい、全然違います。
て。違うんだよ、みんな整っての話だからね。そうなんです、うん、食費もだいたい1食300円出せばかなりいいものを食べれると。月生活費料代込みで5万円から7万ぐらいで賄えると。あとはそうですね、マレーシアは英語を皆さん母語ではないですけど当たり前のようにできるので、英語力という面でもすごく高い。あとはイギリスとオーストラリアもそうなんですけど、大学が3年間で卒業できる。これ文系なんですけども、それも大きいですよ ね、大きいですね、はい、親にとっては1年早く社会に出れますし、非常に魅力的なポイントがたくさんあります。加えてそれ以外にも利点がありますか？そうなんです、例えば、最初の2年をマレーシアで学び、最後の1年をその提携校であるイギリスの、なんとか大学っていうところに編入というか、最後の1年はイギリスの方の大学で学び、向こうで卒業するっていう選択肢も。なあ、それもできるんですか？あります。海外留学を目指す学生にとってあらゆる面で魅力的なマレーシアだが、留学する学生たちにはどのような生活が待っているのだろうか。綺麗な、日本でいうマンションタイプ、ちょっとマンションは豪邸という意味ですから、本土は使い方違うんですが、コンドミニアムタイプの学業に滞在して、でどんな生活。ただ勉強は大変ですね。日本の学生もいろいろです。一生懸命勉強してる子もいらっしゃいますけど、とてもエンジョイしている大学生もせっかく来たんだからみたいな、はい、でもマレーシアの場合は厳しいです。海外マレーシアだけでなくそうだと思うんですけども、出席率も8割を切った時点でもうビザの更新ができなくなるので、出席率はもちろんですけど、毎回の授業でアサイメントがたくさん出て、学校から帰ってきたら勉強で夜になってしまうというふうに聞いています。続いては、多くの海外留学ビジネスが存在する中、他社との差別化をどのように行ってきたのか、国際開発センターが持つ強みについて詳しく話を聞いてみた。他社さんはどちらかというと、留学まで渡航までの手続きを丁寧に代行してさせていただきますよっていうところが多分多いと思うんです。でもうちはそこがポイントではないですよと。自分たちで書かせて、それを一旦送って、我々がチェックして、わからないところは電話や来社してもらって指導して書き直してっていうことを何度か往復してやってるんですね。私たちが書いた方がよっぽど早いんですけど、でもそれが学びだと思うんです。また質問するにしても、今の子たちはまず一番最初のメールなんかも、何々がわからないから教えてくださいなんですね。あなた誰ですかっていうような状態です。名乗らない、件名誰々へって、どういうことがわからないとかっていうのを箇条書きに、ポイントを絞るっていうのもわからない。それをやっぱ他では言ってくれないから、国際開発センターのこのサポートに、一緒に夢の実現のために厳しく言われても頑張りたいっていう子が来てます。あとは留学渡航後ですね、渡航後もうちは現地にサポートができる事務所を置いて、例えば何かあった時にすぐ日本語でサポートできるっていうのは置いてません。困った時には自分で問題解決、何が問題なのか、誰に相談したらいいのか、どういうふうな文章を書いて、相談すればいいのかっていうのを考える力をつけるために、引き続きこちらで遠隔ではありますけどサポートし続けてるんです。具体的には毎月振り返りレポートっていうのを書いてもらって、その子がこの1ヶ月何を学んだか、どんな気づきがあったか、卒業してからの自分の夢のためにどんな意味合いがあるのかっていうのを書いてもらうんですね、で最初は気づきないとかねでそうすると気づきない、新しい気づきがありませんでしたとか、反省することはありませんでしたとあるんです。で私はこのスカイプで直接対面でカウンセリングもやってるんです。ああ何々くんって、気づきがない、成長がない人はないよ、息してるだけの留学なんてないよって言って、じっくり話し合って気づきがあるような生活をしてもらおうと思って、そんな話をします。
と加えて最後にあの卒業後ですねの就職のサポートも弊社の方ではあのさせていただいて、その子、そうなんです、あの海外の大学を卒業した学生専門の人材紹介会社と提携しまして、今うちから留学しているあのお子さんたちは夢がありますから、その子たちに合った職業を紹介できるように、まあ専門家がしかるべきあの時期になったら遠隔であのサポートはできるので、そういったこともさせていただいてます。時差もほとんどありませんし、はい、っていうことを考えたらね、はい、それはありがたいことですね、はいはい、本当のグローバル人材って英語力はもちろん、コミュニケーション力はもちろん、また異文化違いを認められる、違うな受け入れられる、でそこの次だと思うんですよ。何を次にしたいか、アクションですよね。違いを面白いと感じて何かそれをビジネスに生かそうと、そういう力を持ってもらいたいな、それが留学だと思うんですね。例えばあの Uber っていうシェアリライドありますよね。でそれとあの似ている Grab っていうサービスが今アジアを中心にとっても大きく展開してるんですね。で Grab をあの作ったのはマレーシア人なんですよ。マレーシア人の若者が、まあ、海外に留学したビジネススクールで、ビジネスアイデア の, あのコンペティションで賞をもらってビジネスをスタートしたらしいんですけど、そのきっかけはやっぱマレーシアのタクシーが不便、はあ、うん、いろいろな不便、そういうとこから気づいて、そうなんです。だけど Uber っていうサービスはあって、はい、そこのいいとこ取りじゃないですけど、マレーシアという国にあった形 の, そ の, あのシェアライドをサービスを作って、マレーシアだけではなく今本社はシンガポールですけど、フィリピンですとかあの隣国に広げて大きくしてます。でそれもやっぱり不便から始まり、それをあのよりマレーシアという国にあった、その人たちが合うようなあのビジネスに作り上げてる、やっぱりそれってすごいな。いやもう本当にそういうふうに思いますね。そこのアジャストをどうやって持っていくかっていうところが非常に魅力があるし大事な大切なとこですよね、はい、日本から世界へ若者たちの背中を押し続ける竹島千鶴子。そんな彼女が胸に刻んだ格言とは。 Where there is a will, there is a way。志、うん、あのがあるところに、意思あるところには道あり。私が、まあ、困難な状況になった時でも志を持っていればあの必ず道はあるから、ここはもうあの頑張ろうって思ってるんですね。それをもう学生たちにもいつも心にして頑張ってほしいなと思うことです。いや素晴らしい、その夢のあるお話と、まあ、僕も親やってますけども、その説得力ある話ありがとうございました。ありがとうございました。